こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。横浜市都筑区のお客様のところに、礼拝物供養処分のお引き取りに伺いまして、梱包作業が終わったところです。画面向かって、一番左側のプチプチでくるんである大きなもの、こちらが、お仏壇の本体です。そして、その、右側に置いてあります小さい方の段ボール箱、こちらの中に礼拝対象物、お仏像が1体と掛け軸が3幅入っております。その上にくるんであります白い紙でくるんで、さらにプチプチでくるんであるもの、こちらが同じく礼拝対象物の白木のお位牌です。少しサイズが大きいので箱には入れず一つでくるみました。そしてその右側の大きな方の段ボール箱ですね、こちらの中にお仏壇で使われていた仏具やろうそくお線香等々すべて入っております。またその段ボール箱に立てかけてあるもの、こちらが遺影のお写真額付きです。これから車に積み込みまして当店まで運びます。その後礼拝対象物に関しましては魂抜きの平原のお経をした後に専用の焼却炉にてお焚き上げですね、火で燃やすお焚き上げという方法での供養処分をさせていただきます。ありがとうございます。